こんにちは。ファッキーアスのヘルマット、マリオマでございます。このチャンネルは映画、音楽を通して頭の中のぼんやりした部分を表現していこうというカルチャートークチャンネルでございます。今回はですね、見てまいりました Everything Everywhere All at Once でございます。前半ネタバレなしで後半ネタバレありで、今回もやっていきたいと思います。はい、じゃあ撮りますね。はい、すごい。もう見に行ってください。この動画を見てる場合じゃないと思います。すぐに見に行った方がいいです。もうなるべく情報を入れないで見た方がいいです。マルチバースのこの何でしょう、世界観というかマルチバースっていう概念を、まあこれだけをまあなんとなく、覚えていって見れば、まあ、分かるし、そっちの方が楽しめるんじゃないかなという感じはありますね。で、今回ね、初日、3月3日の、ドルビーアトモスの 2D ですね。こちらで見てまいりました。はい。いや、音いいですね。音いい環境、やっぱいいな、楽しいなという感じでございましたね。で、僕ね、もう、なんだろう、映像表現の限界ってもう来てるなと思ってたんですよ。もうどれかしらにどうしても似通ってしまうっていうね、ところはあったと思うんですけど、全く見たことないものっていうのはまだ作れるんだっていうのをね、この映画が体現してくれてます。もう意味がわかりません。いい、まあすごすぎます。はい。面白いっていう感情をもう飛び越えて、もうなんか、すごくないかっていう、もう何がすごいって脚本がすごいと思います。はい。超複雑な話をこうよく撮ったなという感じですね。制作チームがものすごく優秀というか、本当に交通整理をねめちゃめちゃやったんだろうなという感じはありますね。まあまあ予告見てもらった人はわかると思いますけど、まあまあカオスですよ。カオスだし、もう狂ってるんですけど、でも優しい映画ですね。この監督ね、ダン・クアンとダニエル・シャイナートさんね、ちょっと間違えたらあれなんで、読ませてもらいましたけど、通称ダニエルズってね、言われてるコンビの監督になってまして、ね、あれですね、スイス・アーミーマンです。スイス・アーミーマンっていうむちゃくちゃ変な映画があるんですけど、俺もなんか笑っていいんだが、よくわかんないテンションで、流れてる曲がね、結構その、インディーっぽい、US インディーっぽい曲が、使われてて、で森の中で撮ってるっていうね、この US インディーのこの音の感じとロケーションの感じがなんか妙に合ってる独特な世界観になってるっていうところと、十徳ナイフならぬ十徳死体で、こうサバイバルしていくっていう、このよくわからない突飛な設定、この監督はね、設定がまずめっちゃ勝ち、設定で勝ちに来る監督だなと思うんですけど、まあそういうね、まあ変な設定っていうところも今回もありましたっていうのと、あと絶妙にないテンション感の、映像ですね。まあこのテンション感は本当にこの監督しかない、感じかなと思いますね。はい。はい。で、まあ今作もね、もう設定の時点で勝ちだなと思います。この設定があることで、まあ最初からもう最後までずっと面白い。なんだろう、引き出しというか、もう大喜利みたいになってるんですけど、結構。まあそういうところも面白いし、メッセージもしっかりちゃんとあるし、もうそれでいて娯楽作になってるというね、とんでもない映画でした。はい。で、ここからですね、ネタバレありで話していきたいなと思います。いや、すごいっすね。なんすかこれ。マジで意味がわからん。本当に脚本がすごすぎる。まあ、バースがどんどん飛んでいくっていうところで、バースとバースのつなぎのカットとかね、ハリウッドセレブみたいになってて、ミシェル・ヨーが。そこに、バースを飛んでいくのに、今のバースのミシェル・ヨーに、エブリンにこのフラッシュがめっちゃ焚かれてて、それがあって次の別のバースに行くっていうところとか、完全に脚本がもうそこまで緻密に描かれてないとできない。まあ撮影って、まあ順撮りしてたら、まあ頭から順番に撮ってったら、まあ可能だと思うんですけど、まあそんなん予算的にできるわけない。まあ時間もめっちゃかかっちゃうってところで、まとめて撮れるとこから、まあどんどんまとめてやっていくんですけども、その交通整理ですね。後から CG でなんとかするようなものでもないシーンがいっぱいあるんですよ、この作品。まあそこのつなぎがめちゃくちゃうまいですね。はい。こんなに複雑なものをよく撮ったなと。もういきなり冒頭はね、ものすごい情報量ですね。もう、聖徳太子縛りにもいろんな人からこう、いろんなことを言われまくるっていうね。エブリンがもうめちゃめちゃ困っちゃうっていう。もうここからすごい情報量なんですけども、結構大事なこともね、この辺りで言ってるんですよね。まあ当たり前だと思うんですけど、まあ、確定申告しなきゃいけない。あ、そうだ。俺も確定申告しなきゃ。
LGBT のね、娘が出てくるっていうところもものすごい重要だし、あのお父さんも出てくるとか、あとなんだろう、あのコインランドリーにいるお客さんもね、ものすごく結構重要、後々、まあ、みんな出てくるっていうところで、まあ無駄が一切ない、こんなに情報量があるのに一切無駄がない、なんだこの映画はっていう感じですね。確定申告ね、向かうんですけど、まあその車内で、エレベーターの車内ですね、もういきなり効果音と俳優の動きだけで入れ替わったのを見せるっていうところですね。で、そこからモンタージュ、エレベーターのモンタージュがね、めちゃめちゃうまいんですよ。いきなりエブリンがもうどのように育って今現在までこうたどり着いたのかっていうのを、もうあのモンタージュだけで見せる、そして完全に分からせるっていう、うまいし、あのめちゃめちゃおもろいしっていうところですよね。別のバースにこう飛んだりしますよね、なんか意識がっていうところで、でも飛んでるけどめっちゃ SF みたいな感じじゃないんですよね。現実に地続きの、世界観になってると。まあマルチバースって言えばね、あの MCU がありますけど、 MCU だとね、もうマルチバースごとに世界観がね丸々違うから、あ飛んだんだなって分かるんですけど、これのねかなりね地続きかなりごちゃごちゃしやすいポイントではあるんですよね。意図的にね結構ごちゃごちゃ、させてる感じだなと思います。エブリンの なんだこりゃっていうね、この感じを見せるのにわざとこのごちゃごちゃさせて、こっちもクラクラ、観客もクラクラさせるように、まあ、演出されてたかなと思います。だから最初のねこのマルチバースが入ってくる下りとかは、ここでなんかわかんねえなと思っても全然正解だと思うんですよね。だからあえてそうして、そうさせることで、登場人物のね心情とより観客の心情をね結びつけるような役割の、シーンだったなと思います。でその後なんかちょっとアンジャッシュっぽいねアンジャッシュのコントみたいな感じになりますけど、はい、まあそれも結構ユーモアがあって面白いんですけど、この後ですね、夫のウェイモンドがここで入れ替わって、大立ち回りしますね。ここがもう痺れる超楽しいアクションですよね。マジで結構本当に見たことない、なんか細かいところでカメラワークをちょっと変えてるというか、気を利かしてて、すごい、もう見たことないアクションになってますね。ダニエルズアクション取れんだって感じしましたね。すごいです。ウェイモンドが、敵というか監視ですね。監視に、蹴りを食らわせるっていうシーンがあるんですけど、こう、カメラがこう、敵からこう、ウェイモンドの足に行って、その後、ふいっとちょっと動く。さらにちょっと動く。この動きはマジで見たことないです。いや、ここで終わっていいんだもん。ここで終わっていいのに、ここでちょっと動くだけで、全く見たことない映像になるっていうね。うわ、これはすごいわとなりました。で、夫の戦いがあって、バースジャンプの描写が入ってくるんですけど、この辺、このね、バースジャンプの設定がめちゃめちゃ面白い。この設定があるだけで、もうこの映画はすでに勝ってるんですけど、普段の自分だったら絶対やらないようなことをやると、別の、バースに飛んで、そのバースの自分が持ってる特技を、持ってこれるっていうね。それがバースジャンプっていう概念みたいなんですけども、結構バカバカしいことをすると飛べるんですけど、でも確かに理にかなってるなと。そもそもマルチバースっていうのがイフの自分っていうことだと思うんで、だから普段の自分だったらしないことはこっちの自分だったらしてるかもしれないっていうところで、そっちの自分に飛んで特技をもらってくる、まあ全く違う自分になるっていう意味ではバカバカしいけど理にかなってる理論だなと思いました。ここのね説得力、そして絵的な面白さっていうところで、あ、これは勝ちですねという感じでしたね。エブリンがカンフーをね習得しますよね。いや、ここでカンフー習得したあたりぐらいで、あれっていう、これマトリックスじゃないっていうね感じがあって、むちゃくちゃこの辺からねワクワクして、あ、結構難しい、ここまで結構難しいこと言ってんなと思ってたけど、あ、結構シンプルでいいんだって思えた感じがありました。マトリックスも仮想空間で、カンフーを習得していくんですけど、一作目とかね、ドラゴンボールのね精神と時の部屋みたいなノリだったんですけど、まあ、それとはちょっと違って今回、全く別のところからもう拝借してくるっていうね、トレーニングをしないっていうね、もはやダウンロードしてくるみたいな感じで、これもなんかインターネットっぽい感じ、やっぱまあインターネットっぽいってところはマトリックスとつながってくるんですけど、まあ、ちょっと変えて入れてるってところが面白い部分だったなと思いますね。バースジャンプしてカンフーのとこ行った時ね、これもまた実際の普通に資料映像のミシェル・ヨーがガンガン出てくるっていう、あそこもね、あそこ面白いっていうかずるいなーって感じですね。本当にルールがなくて、ルールを全部ぶっ壊してて素晴らしいです。帰ってきてね、おばちゃんが飛び石だけにしてくるんですけど、あそこもね、普通のおばちゃん、そう、この辺でなんとなく気づいたのが、普通の人、めちゃめちゃ冴えない人たちが
むちゃくちゃキビキビ動いてぶっ倒しまくるっていうね、これがなんだろう、コミカルだし普通にかっこいいっていうところが、これまた面白いギミックの一つになってるなと思います。で、飛び膝蹴りしてきます。で、スローになりますね。ここのスローがマジで素晴らしい。スローになると血行がかかるんですよね、あのピアノので、それでもうぶっ倒すっていうね、ここのスローのシーンはね、痺れてほんと泣きそうになりましたね。素晴らしかったです。で、この後にジョイが出てきますよ。ジョブ・トゥ・パキーだっけ。あれ、ジョブ・トゥ・パキーの登場シーンはほんとにイカれてますね。なんだっていう。このワンシーン撮るのに何時間かかってんだろうっていう感じ。完全にむちゃくちゃ、もう理不尽の極み。めちゃめちゃ根質し感はありますね。パプリカっていうか、パンフレットにもありましたけど、パプリカと、マインドゲームですね。この二つの要素、むちゃくちゃだけど統一性があるし、だけど見たことないし、かっこいいっていう、この謎の高揚感がずっとある、バトルシーンでしたね、これは。ジョイが出てきたあたりから、ものすごくスケールがでかい話なんだけども、同時にものすごくスケールの小さい話をしているっていうところですね。これが浮かび上がってくるという感じですね。家族、結局家族の話だった。っていう感じがありまして、まあよくあるパターンっちゃパターンですけど、まあ昔からねスターウォーズとかいろいろありますけど、まあ、設定のスケールをでかくすることによって、このなんだろう、中心にあるスケールが小さいけど大切な話っていうのがよりこうなんだろう、響くようにできる設定なんだなっていうのをね、やっぱ思いましたね。で、このバースのエブリンがなぜ救世主としてね扱われてるのかっていうところが、あの社長室行ってね、アルファゴンゴンとか出てきて、分かってくるんですけども、このね、何一つ成し遂げなかったっていうところ、失敗ばっかりしたからこそ全ての可能性の元になっているというのが分かりますね。はい、これもう俺たちじゃんっていうね、現実ってうまくいかないことばっかりじゃないですか。ここでね、あのまたさらにエブリンがこのなんだろう、観客と同じような目線、感情移入しやすいキャラクターっていうのがまたここで出てくるっていう感じでしたね。ここのね、社長室のアクションから小指のねアクションに至るまで、いやー素晴らしい。この一連の流れは本当にすごいですね。何ですかこれは。アクションシーンをもう更新した気がしますね。すごすぎました。ここはもうどん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 いろんな能力をね身につけていって、もう小指だけでのし上がってきたみたいな人になりますね。その発想はなかったっていう連続で、この辺で確かレミーの美味しいレストランとかも出てきたかな。まあ、この辺でね、一回死んじゃって、で、襲撃ってなりますね。いや、このメタ表現、こういうのまで入れてくるっていうね、もう何なんだっていう、あらゆる映像表現、全部ここに突っ込んだらこうなるんだっていう感じがね、ありましたね。で、第2幕行って、でもベーグルがね、出てくるね、絶妙にすっとぼけてる感じがね、またありましたけども、まあ、ブラックホールよりもやばい存在。全てを無に返してしまうという感じでしたね。で、ジョイがね、もう全てがどうでもいいと。はい。もう人生なんてどうでもいいじゃん。どうでもいいことの連続じゃん、みたいな。こんなん何の意味があるんだ、みたいな、話をしだしますと。まあ、そうかもしれない。で、まあ、実際そうだろうってなって、レイモンドによってこう救われると。まあ、冴えないし、ほんと頼りない。夫ですよね。でもずっと見守ってくれると。本当に優しい。本当に優しいんですよね、ウェイモンドは。で、そのウェイモンドの優しさからエブリンはこうね、学ぶわけですね。そして生き返ると。そこからね、ベーグルによって全部を、無に返そうとする、ジョイと戦っていくわけなんですけども、ジョイのね、全部どうでもいいっていう感情と、ここまであった、映画のなんだろう、アクションとか、そういったもの。今まであったもの全てを否定するんですね。クライマックスのアクションシーン。ここがマジで素晴らしい。戦わないっていう選択ですね。襲いかかってくる敵ですね。この人たちを癒していくんですね。その人が抱えてる悩み。まあ、首、なんだ、肩の痛み、首の痛みとか直したり、キスさせちゃったりね。まあ、そういうところを見ると、暴力ですね。暴力に対抗できるもんってなんだっていうね、いうのをここで証明してるわけなんですね。いや、愛だろと。ユーモアだろと、エンタメだろっていうのね、そういうのを宣言しているようなね、最後のアクションシーンになってたなと思います。もういろんな人をねどんどん癒していって、俺たちにできることはまだあるというのをねここで教えてくれますね。素晴らしい、アクションシーンでございました。ジョイがあのベーグルにね吸い込まれそうになりますけど、結局こっちに戻ってくるねシーンがあるんですけども、ここのモンタージュ、戻ってくる描写のモンタージュが良すぎますね。ここジョイの岩が落ちて、それを追うように、もう一個の岩が落ちてるだけ、これだけなんですよ。岩が落ちてるだけで泣くっていうね、わけわかんない描写が入りますね。こんなことあるか、岩で泣くことあるか、多分この先ないと思います。ここでね、愛は宇宙だっていうね、
まあ、そういうところで、まあ、マルチバースっていうこのスケールのデカさっていうのと、まあ家族愛っていうところのスケール、まあ、一見小さく見えるかもしれない、でもその可能性とか気持ちの強さみたいなものはもう宇宙なんだっていうのをここで見せますね。そしてラストのね、企画もすごくいいですね。いろんな自分をね見てきて、ハリウッドスターになってる自分も見て、まあ、ピザ屋とかね、まあ、シェフとかなってる自分を見てですね、それでも結局今の自分が一番いいっていうラストが、まあ、僕たちももうよく思うじゃないですか。あの時ああしとけばよかったなとか、あの時ああなってたらどうなってたんだろう今頃とか思うけど、なんだけどでも結局今この生きてるこの瞬間の自分しか生きられないっていうね、このどうしようもなさを全肯定してくれるラストですね。こう本当に映画をもってこの現実をこう全肯定してくれるっていうところが他にはないラストの落ち着き方でもあったなと思いました。他者を認めることってめちゃめちゃ難しいけど、こう認めることによって可能性がどんどん広がっていくっていうのを感じた作品かなと思いますね。いや本当に素晴らしい作品でしたね、はい、これはもう人生ベスト級のね一本になったんじゃないかなと思います。これはね本当にアカデミー賞取ってほしい。素晴らしいメッセージ、そして面白すぎるアクションと設定っていうね作品になってましたね。これもう何回も見に行く人いるでしょう。はい、まあそんな感じでございます。で次回はですねフェイブルマンズですね、こちらのレビューしていきたいなと思います。いやーこの長く続いたね映画ウィーク、週2投稿ウィークですね、これもう最後、いよいよ最後だというところでちょっと頑張ってやっていきたいなと思います。エブエブのね皆さんの感想もお待ちしております。よければ高評価チャンネル登録お願いいたします。それじゃまたお願いします。